皆さんこんにちは。トータルゴルフフィットネス管理栄養士の中島です。今回は食事の基本栄養素についてお話をしていきます。食事はゴルファーの皆さんにとってとても重要なものですので、ぜひ最後までご覧ください。それではゴルファーのための栄養学、本日は基本編についてお話をしていきます。本日の目次です。まずはじめになぜ食事が必要なのかについて話をしていきます。次に栄養素の基本といたしまして、栄養素の分類について説明をしていきます。1点目、なぜ食事が必要なのかについてです。皆様がゴルフをするために重要な要素は3つあります。トレーニング、栄養、休養の3点です。トレーニングは皆様が日々行う筋力トレーニングやゴルフのスキルトレーニング、ラウンドといったもの、それぞれの質とその回数を示します。次に休養です。日々繰り返す睡眠の質と量はもちろんですが、皆様がゴルフのオフ期をどう過ごすのか、体を休めるということ以外の積極的な休養も重要なポイントとなります。最後に栄養です。これは皆様が日々食べている食事やその間の補食、飲み物など、口に入れるもの、また体内で消化する全てのものを含みます。これら3つをバランスよく質と量を整えることがスポーツをする上で重要となり、より高いレベルのパフォーマンスにつながります。ではなぜ栄養が重要なのでしょうか。このスライドはそれぞれ体の一部がどのくらいの期間をかけて新しいものに生まれ変わるのかということを示しています。例えば筋肉であれば部位により期間が異なりますが、およそ200日程度の時間をかけて新しい細胞へと入れ替わります。1日3食の食事を取らなかったからといって筋肉や骨がなくなる、目が見えなくなるといったことはありませんよね。ですが体は現状を維持するために体内にあるものを再活用して体を作り続けています。つまり一食一食の食事も重要ですが、大切なことは長期的に皆さんがどのような食事をするかということです。どれだけ良い100点満点の食事をとっても1日では意味がありません。長期的に70点満点の食事をできるかどうか、このことが重要であると私は考えます。次に栄養素の基本についてです。栄養素は主に5つに分類をすることができます。炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルの5つです。この5つに水分と食物繊維を加えることで人間の体に必要な栄養素を補うことができます。次にこの栄養素それぞれの役割についてです。主に体のエネルギー源となる栄養素は炭水化物、タンパク質、脂質、ビタミンが挙げられます。このエネルギーを効率よく使うためにはビタミンが主に使われます。筋肉や臓器、骨、皮膚などの材料となるものはタンパク質やミネラルです。最後に体の調子を整えるために働く栄養素がビタミン、ミネラル、水分や食物繊維となります。このように栄養素はそれぞれ働きが異なるため、さまざまな食材を摂る必要があるとお分かりいただけるかと思います。次にこの栄養素を分かりやすく車で例えます。人の体、ここでは筋肉や骨、臓器のことを示します。これらは車でいうところのボディであり、人間の食事では主にタンパク質から作られます。この車を動かすためのエネルギー、車でいうところのガソリンとなるものが炭水化物や脂質です。ガソリンが足りていない場合、車が動かないのと同じように体も動かすことができません。最後に車で示すところのオイルです。オイルがないと動かないのと同じように人間の体も
ビタミンやミネラルがないと体を効率よくスムーズに動かすことができません。車を動かすのと同じように人間の体をスムーズに動かすためにはそれぞれの栄養素がバランスよく含まれた食事を食べることが重要です。ではそれぞれの栄養素についてです。主に炭水化物を多く含む食品として米や麺類、パン、餅、コーンフレークといった主食や果物であればバナナ、芋類、蜂蜜などが炭水化物を多く含む食品として挙げられます。次にタンパク質を多く含む食品です。肉や魚、豆や豆腐といった大豆製品、卵、牛乳やチーズといった乳製品などがこのタンパク質を多く含む食品に含まれます。次に脂質を多く含む食品についてです。サラダ油やオリーブオイル、パーム油といった油、バターやマーガリン、マヨネーズ、ナッツ類、野菜ではアボカドが脂質を多く含む食品として挙げられます。次にビタミンを多く含む食品についてです。ブロッコリー、人参、パプリカ、かぼちゃ、ほうれん草といった野菜やいちご、レモン、みかんといった果物などがビタミンを多く含む食品として挙げられます。最後にミネラルを多く含む食品についてです。牛乳、チーズなどの乳製品、海藻類、小魚、牡蠣やアサリといった貝類などがミネラルを多く含む食品として挙げられます。今回それぞれの食品を紹介させていただきましたが、これらはそれぞれの食品を推奨するかどうか、体に良いのかということは関係なく、皆様が日々目にすることが多いと考えられる食品を分類させていただきました。本日は栄養の基本、なぜ食事が必要なのか、栄養素の基本についてお話をさせていただきました。次回はエネルギーの摂取量についてお話をさせていただきます。不明点、質問等はコメント欄にてお待ちしております。